ザモールカスガイは愛知県カスガイ市六県野町アザ東二2 2にある西友のコミュニティ型ショッピングセンターである2019年2月20日にリビングアルパート1のみ閉店した1977年6月に西友ストアカスガイ西部店を各店舗とした当時としては珍しい郊外型 SC の西部カスガイショッピングセンターとして開業 1992年6月5日の増床を機にザモールカスガイとなる。同施設の象徴的な増床部分をつなぐステンドグラスはこの頃に設置されている。2000年にカスガイ西武店がリビンカスガイ店に改称された。本館にあたるリビン側から左手にはニトリ、赤ちゃん本舗、エディオン、ブイドラック、セリアなどが入居するザモールカスガイパート2が存在する。 当初はかつて名古屋ハウジングセンター、カスガイ会場があった場所に、声優学士、カスガイとして2000年12月14日に開店したもので、SM 業態として、声優カスガイ店も出店していたが、現在は撤退している。2018年8月2日に、声優はザモール、カスガイパート1の土地、建物について、大和ハウス工業と売買契約を締結し、 2019年2月20日18時に閉店すると発表した。同施設は新たな商業施設に建て替えられ、新施設には声優も出店を検討している。売却理由について声優は、建物の老朽化など、近代的なスーパーを求める客のニーズに合わなくなった。と述べている。なお、ザモール、カスガイパート2については、 今後も、声優所有のまま営業を継続するとしている。2021年10月22日、パート1跡地に、イアズカスガイが開業。ありがとうございます。